ベルバーロ州の一バーチ通りフェレンツィエク広場付近のサバドサイト通り、ベルバーロシュとはハンガリーの首都ブダペストの内ペスト地区の旧市街のことである。今日では5区の南部に該当し、ブダペストの目抜き通りであるバーチ通り等が存在しており、観光客も多く訪れる地域である。講義ではブダペストの中心部を意味し、一般には なじけルートとドナウ川に挟まれたペシト川の地域のことを意味する。この場合のベルバーロッシュは5区、6区、7区のすべて8区、9区、13区の一部を含んでいる。さらになじけルートをブダ川まであるとみなす場合は1区、2区、11区、12区の一部も含まれる。ベルバーロッシュはドナウ川の川岸にあり、城郭都市時代の城郭の位置となっていた。 ベルバーロシュの教会は、ビガドー広場、デアーク、フェレンツ広場、ナジキルート、ドナウ川となっている。ペシュトは1704年に、無税応急都市となった。市の中心部は、その後ブダペスト地下鉄の開通する18世紀半ばまで、ベルバーロスと呼ばれた。1873年に合併し、ブダペストができると、ベルバーロスは4区の中心部となった。 1950年1月1日にリポートバーロシュ地区と合併し5区になった。1990年以降5区は公式にベルバーロシュリポートバーロシュと呼ばれるようになった3本のブダペスト地下鉄の路線がデアーク・フェレンツ広場駅で乗り換えられる。またバス路線や路面電車、トロリーバス等も利用できる。ありがとうございます。